はい、懲役太郎サブチャンネルです。まあ、懲役太郎でも話したんですけど、やっぱりちょっとこれはね、ちょっとお話ししないといけないかなっていうことで、 Z リー氏の、一連のそのバイク盗難窃盗事件、本人のバイクが盗まれて、数ヶ月経ってから、ヤフオクに出ているものを発見し、追い詰めていって、自首しなさいよ、申し出なさいよっていうことにもかかわらず言ってこなかった、で家まで行った、そこまで行ったらね、いろんな手段ができるんだけども、そこには小さい子供がいた、その子供に免じてそれを晒すことによって、その子供にね、デジタルタトゥー、そうなったらその子がかわいそうだからということになった。まあ、この顛末、私懲役太郎本編でも話してるんであれなんですけど、その中で Z リー氏は自分も過去にはそういうこともしたことがあると、ね、その上でこうしてるっていうことを言ってるんです。結局正義を振りかざして、こういうふうにってやったようになって、すごいことしたっていうふうじゃなくて、自分自身も間違いがあった、だから遠回しに行ったこの男もそうだし、一番肝心なのは今そういうことをやってしまってる若者、そして過去にそういうことをしたけどいろいろ心に思う若者、おじさんたちも立ち直ることができるし、それはそれでやったことは罪なんだけども、もう一度ちゃんとできますよ。 Z リー氏のようにね、あそこまでなるのはなかなかですけどね、人助けをしたり、いろんな人に助言をしたりっていうことは、そういったことをした人間じゃないとできないよ。じゃあ聞きますが、本当にあなたは何も罪をしたことがないのかと。まあね、ちょっと厳しいコメントっていうかね、こうそういうのが、てめえも盗んどにいいやつ面すんなよとか言いますけど、じゃあ本当にそういった気持ち、そういうことしたからこそ言える、だからこそ最後にその子供の気持ちを考えてっていうことなんですよね。私だってたくさんありますよ。私なんてもう懲役太郎本編でいろんなこと言って、事件になったことなってないことね、人の生き死にに関わるようなことをこれだけ言ってるけど、そこまで言われない。なんで泥棒だったら言われて、そんなことになってるとピンとこないのかしれないけどね、だから私たちは何度も言ってるように、私とか Z リー氏の話を聞いて、じゃあよし俺も盗んでやろうってなりますかっていう話なんですよ。ならないように、こういうことをしようと思ってる、こういう気持ちになってる、なんか本当に食うや食わずでね、この食べ物がっていうならまだわかるけど、そうじゃない、私たちが子供の時にかっぱらいみたいなことやったり、店先からお菓子持ってきたりどうこうしてたり、店先の、店主が寝てる時にとかっていうのもいけないけど、いたずら心でやってることもあるわけですよ。でもそれも本当はいけないね。ね、私言ったように真面目だっていう、クラスの半分の上司なんか万引きで捕まってたって言わない、後で分かった、それって私の学校だけですかね。違うんですよ。私のところの学校って一番学科、成績良かったんですよ。はい。京大生、東大生、防衛大学、同じ現役で、その中学のとこから行ってて、そのミス何々なんていうのも3人も出てるんですよ。その学年で200人ぐらいしかいない。で、誰もが、高校試験で失敗してないんですよ。そんなところでもそうだったって後で聞いたら、ね、修学旅行では飲酒して女子の半分が帰ってる。自分ら何も聞いてない。なんかね、その生理的なそういうのがもう重なってみんな帰りましたって、なんじゃそりゃっていうのが、蓋をしてたら後で聞いたらそうなんだ。何だったんだこれ。だから特殊じゃないと思うんですよ、私も。これがある田舎の一地方都市でこういう風になってる。ではそうだからってみんながそうっていうわけじゃないけど、胸にね、手を本当に、あ、これ欲しいなとか、こうだなって言ってるように、今はですよ、いいですか、言いますよ、乱横断って言って、交差点、道路に交差点のない、横断歩道がないとこ渡るのだって犯罪なんですからね。駐車禁止はもちろん、ね、警備な、車の運転、自転車の無灯火、2人乗り、スマホ、これも違法なことですよ。恋人や友達の携帯を覗く、見る、カバンを探、中を見る、これも違反ですよ、違法行為ですよ。
っていうことなんですよ。そういうことがあってから立ち直っていくっていうことなんですよ。誰にでもあるはずですよ、絶対に何にもないって。じゃあ逆にですよ、何にもしたことがない、私は罪を犯したことがないっていう人だったら、罪を犯した人にどうこう逆に言えないんだと思いますよ。わからないんだもんね、その人は悪いこともしてない、泥棒もしない、人も傷つけてない、悪口も言わない、意地悪も言わない人が、意地悪を言う人、泥棒の人、人に怪我をさせた人に、なんてこれ、なんて言えばいいんですか。なんてこれ叱るんだ、ダメなものはダメって言って、それを言ってもし治るんだったら、こんなことになってないです。もう古来人間が、人類が誕生してから、泥棒と売春はね、もうそこから始まってるんだということですよ。まあ女性でも男性でも自分の体を対価にして食べ物だとか金銭を得るっていうことがあるわけで、これ女性に限ったことじゃないんですよ、男性だってあるわけですから、そういう形はあるわけで、でもそれを罪などという形じゃない、まあ話が飛躍するんであれなんだけど、泥棒のこと だから自分のことならいいけど、これを売り買いしてさばいて行にしてるっていうのは話が別なんですよ。これは法律上もそうなってる、行になっている。だからよっぽどのことじゃないと、本当に出来心ということの窃盗はないんだけど、万引きで1回や2回だったら許してくれます。ところが何度も何度も食べるものにしてもこうとかってなってくると、それは万引きじゃないです、窃盗なんですよ。でやっぱり刑事事件になり起訴されて刑務所行く。だけどその手前でいろいろやっぱり反省したり違うっていうことで変わっていくわけですね。まあそういったことをいいお手本としてね、示してくれたことに対して、これはな、私は本人からね、頼まれたわけでもないし、本人断ってこれ言ってるわけじゃないけども、この一連の流れを見て、そのいい教材、いい勉強、これ、親御さんとか学校でね、こういうことだよって言ってもいいぐらいの話なんですよ。ただ、やり方にしては、たくさんのね、やんちゃな大人たちが行って退去して、ね、押しかけて、その団地のとこに行くのがいいとか悪いとかっていうことはまた別ですよ。でもこういう義憤に駆られて人が集まってきたわけだから、ね、こういう、でもそれで迷惑かけたよ、でもかけたかもしれないって言ってるんだけど、こういうことをしないと話題にもならないし、トレンドにもならないんですよね。で最終的にこの結果が出て警察が来る。でも警察のことを悪く言ってるわけじゃないですよ。警察はことが起こってからじゃないと基本動けないですからね。だってみんな私たちの想像や空想で、あいつが悪いことしてる、こいつが悪いことしてる、こいつ捕まえてくれってなったら、そんな恐ろしい社会はないんですよ。でも緊急性のあること、現行犯でこういうことが行われている、こういうことがある、暴行だとか喧嘩だとか盗まれてるって すごいすぐ警察は対応してくれますよ、日本中ね、携帯からかけるだけで。でもそれがあまりにも行き過ぎると、そうでもない人たちに、こんなことあいつしてるよ、こんな風だよ、でも薬物や銃器に関してそういう相談はできるんですよね。でもそれでも慎重に慎重に捜査して逮捕まで行くっていうことです。間違っててはいけないのでっていうことがあるんですよ。でこれを示して、こうしたことに対して自分の過去のことも言って、自分もこうしているっていうことがどれだけ勇気があっていい。だって黙っときゃわからないことじゃないですか。そんなことを言って得することは何もないんですよね。それなのにもかかわらず、そのツイッター上でそれを言う、それに対してね、ほとんどの人がそれは違うと思うのかもしれないけど、で間違った情報、一緒に行った仲間が写った写真をこれが犯人だって晒し上げるとか、もうこれ時系列で見てればわかるんですよ。でも人が撮った動画や写真を対してこれをアップする、これも泥棒ですからね。オリジナリティのないもの、私たちもそういうことがあります。私もそれは注意を受けましたね。暴力団関係の写真だったらね、著作権もないしいいだろうとね、工藤会の野村総裁の写真をね、こうやってあげたらね、あるテレビ局がうちの著作権だって主張して、これがダメになったんです。でもそのサムネだけ変えたら YouTube 上で OK だったんです。あ、そうなんだ、野村総裁に許可取ったんだろう、工藤会に許可取ったんだろうか、
ね、まあそういうことで言ったら私どももダメなんですよ。だから芸能人の写真とかモザイ、あの顔が分かるように出すことも本来はダメ。でもこれも見てる人たちはそれがないと見ないから、そういう写真がないとあの見てくれないからやってるわけです。これもダメなんですよ。我々もこれは反省して変えていかなきゃいけない、ね、やっぱりそういうもの写真とか、強い言葉があるとやっぱり見てもらえるっていうのは事実なんですね。まあそのこの窃盗事件とこれとは違いますけど、そういったことも罪ですよっていう話になるんですよね。まあね、ここはいろいろ考え方ありますけど、何も本当にね悪いこと罪一つ犯してない人がいるっていうのは本当見てみたいですね、言わないだけですよね。絶対言わないもん、そういう人たちってね、子供の時から人のから何かしたり悪口や意地悪だとかいじめだとかそれに加担したことがないっていう人が本当にいるんだろうかね、ちょっと皆さん一回考えてみていただきたいなと思います。はい。